ついにここまで来たな。光、海、ふ、頼むぜ。マシンを身にまとうことができるのはお前たちマジックナイトだけなんだ。さすがの俺も空の上までは助けに行けないからな。マシン3体が真なる復活を果たせば、このセフィーロの魔法力バランスが崩れ、ザガート城が姿を現す。その一瞬の隙をついて、光、海、空、マシンをまとい、ザガート城に突っ込むのだ。ザガート城まで行けば、もう後戻りはできないぞ。準備はいいか？よし、マジックナイトよ。マシンの真なる復活を祈るのだ。あれがザガート城。あそこにエメロード姫がいらっしゃるのですね。行こう、フミちゃん、フーちゃん。ええ、ヒカルさん、行きましょう。ついに来たか、マジックナイトたち。ザガート、エメロード姫を返してもらうわよ。セフィールを救うために。そうならば相手になってやらねばなるまい。ザガート、どうして姫をさらったりしたんだ。姫がセフィールの平和を祈らなければ、この世界は崩壊してしまうんだろう。なぜ姫がセフィールの平和を祈らねばならん。姫だけセフィーロの平和など祈らねばならん。何を言ってるの。わかりませんわ。少し言葉が過ぎたようだ。私の行く手を阻むのはこれを除外するの。マジックナイトの伝説など私がこの手で打ち砕いてくれる。
倒れるわけにはいかん。私自身のため、そして愛する者のために。いでよ我がマシンよ、我が心の力の結晶よ。往生際が悪いですわ。マシンを出すよ、みんな。いいわよ、ウィンター！レイオー！
エメロード。よくやった、三人とも。クレフ、元に戻ったのね。ああ、ザガートが消滅したので、石化の魔法の効力がなくなった。どうしたんですの？ようやくエメロード姫が助けられるというのに、元気がありませんわ。そうか。この先にエメロード姫がいるんだろう。元に戻ったのなら、クレフも一緒に行こう。いや、私はここで待つ。お前たちだけで行ってきた。どうして？一緒にエメロード姫を助けに行きましょうよ。お前たちだけで行かなければならない。エメロード姫を本当に救える異世界から来たマジックナイトのみ。今それ以上に。分かったよクレイ、私たちだけで行くよ。光る。あ、海。え、ふう。はい。エメロード姫をくれぐれもよろしく頼む。もちろんだよ。神官ザガートを愛してしまったのだ。はじめ、姫がセフィーロを思うよりザガートを深く愛したため、世界は崩壊の危機にさらされた。姫はそんな自らを恥じ、自らを罰するため異世界からマジックナイトを召喚したのだ。セフィーロの人間では世界の柱たるエメロード姫を討つことなどできないからだ。ザガートもまたエメロード姫を愛してしまった。マジックナイトの召喚を予知したザガートはエメロード城を乗っ取り、姫をその奥に幽閉し、マジックナイトからエメロード姫を守ろうとしたのだ。そんな、じゃあ私たちのやってきたことは何だったの？愛し合う二人を引き裂くことですの。確かにそうだ。しかしそれが、それこそがエメロード姫の選択だった。私の愛する人を奪った者たち、許しはしない。さあマジックナイトよ、お前たちもマシンを。できないよ、そんなこと。やるのだ。やられて、お前たちは東京へ帰れんぞ。そして、エメロード姫も救われない。やらなきゃいけないのか。本当に
ト姫を。このままでは逆上した姫によってセフィーノがめちゃくちゃにされてしまう。本来はエメロード姫の意志に反することだろう。頼む、マジックナイト。感ずるな。今こそ見せるのだ、これまでの戦いで得た力を、意志の力を、信じる心を、そして祈るのだ。何者にも負けぬ自らの力を見せてみろ。マジックナイトを守護し戦う伝説のマシン、その真の姿を。何者にも負けない力を、この世界を救う力を、エメロード姫の意志を守る力を。Thank you.
よくやったな、マジックナイト。クリ、これで本当に良かったのか。これこそが真にエメロード姫の望んだことだったのだ。案ずるな、心配はいらぬ。エメロード姫。ヒカリ、ミミ、フー、あなたたちは本当に強くなりました。体も、そして心も、その意志の強さを、心の強さを忘れないで。エメロード姫！Thank you.